やっぱりマリリン・モンローっていう名前にはしない方が良かったし、マリリン・モンローが残した功績っていうのが直視できなくなるっていう、どうしてもやっぱ歴史改ざんっていう風にやっぱ見えてしまう。はい、状態です。今日も新作映画のデビューをしていきます。今日はブロンドです。ネットフリックス映画ですね。映画祭でバンと1回出して、その後でネットフリックス配信という形なんですけど、マリリン・モンローの半生を描いたという、そういった映画なんですけど、結構期待はしていたというやつですね。監督は、アンドリュー・ドミニクという方で、初めてなんですよね。で、ブラッド・ピットが主演の映画を撮ってたみたいで、それがあるのか分かんないんですけど、プロデューサーで、今回、ブラッド・ピットが入ってたなっていうのがあります。主演がアンナ・デ・アルマスですね。それがマリリン・モンローやってるっていうことで、その007とかですね、あと、今年だったのグレイマンですね、ネットフリックス映画によったら、これは一応、小説があって、原作があって、それを映画化したという形なんですよね。やっぱその最初の方 の、その宣伝っていう形では、そのドキュメンタリーというか、その事実に基づいた話っていうものをこう映画として、こう一つ物語にしているというやつなのではないかというふうな、やっぱ思って見てたところがありますよね。だけど事実に基づいているというわけではなくて、小説でかなり事実とは違う形にしたことが結構たくさんあって、でそれを映像化しているので、ブロンドっていう映画を見て、これがマリリン・モンローがその反省というか、で裏ではこうなってたのかっていうこと、それが真実を描いているのかっていうと、実はそうじゃないっていうのが、その最初 の、 その映画祭でバンってやった時は結構絶賛されたみたいなんですけど、このネットフリックスで出したら、これはどうなのっていうことが結構言われてるらしいですね。ということなんですけども、僕がこれを見てどうだったかっていう話なんですけど、この映画自体ですね、ずっとと不幸しか訪れないという、9対1で不幸しかないっていうような映画なんですね。本当にずっと地獄みたいな話がずっと続くわけですよ。1難去ってまた1難っていうのが、ずっと、2時間40分あるんですけど、ずっと続くっていう、ずっと続いて、結果マリリン・モンローは自殺するっていうね。マリリン・モンローっていう名前を使ってるから、マリリン・モンローっていうその実在した映画スターは、彼女は華やかなそのスターではあったわけだけど、だけど実際裏の生活はこんなにひどかったんだっていうのが、それが事実のようにやっぱり受け止めちゃうんだけど、実際は違うっていうのが、その子供妊娠するんだけど中絶したりとかですね、流産したりとかあるんですよね。だけど実際は中絶とかはしたことがなくてですね、マリリン・モンロー自体子供は欲しかったけど、その不妊症に悩んでたっていう、そういった事実が何かあったみたいだったりとかですね、映画的にすごく不幸にして、小説なんですけどもとか、マリリン・モンローの功績自体をこう直視できなくなってくるようなその感じになってくるっていうのは、それはこの映画自体がその独り勝ちして、そのマリリン・モンローというそのかつていたその映画スターという存在をこう無にしてしまうんじゃないかっていう、その可能性もあるんじゃないかなとか思ったりしますよね。僕としては、その映画ではですね、紳士は金髪がお好きっていう、映画が好きなんですけど、本当にミュージカル映画として、なかなかすごいんですよね。これはその、すごいこうなんていうか、男尊女卑というか、いわゆるその、女性は男性に選ばれるために、その頑張ってるみたいな、そういった世界観なんですよね。もう現代からしてみれば、時代錯誤な世界設定ではあるし、そのミュージカルのシーンとかですね、なかなか狂ってる描写っていうのはすごいたくさんあって、僕はすごい好きなんですね。アホやないかっていうか、ぶっ壊れとるなっていう、そういった、半分笑って見れるような映画なんですけど、それもなんかこのブロンドが事実みたいな感じでやっていくと、過去のマリリン・モンローがもうなんかかわいそうなまんまでこう終わっちゃうっていうのがなんかあるんですよね。っていうのが、その僕としては、確かにそれはちょっとなっていうのがあって、やり方としてはですね、やっぱりそのマリリン・モンローっていう名前じゃなくて、やっぱ別の名前というか、モデルはマリリン・モンローなんだろうなっていうぐらいの、やっぱそういう風にすれば見れたんじゃないかなっていうのがあって、去年ラストナイトイン奏法とか、ありましたですね。60年代の、ロンドン、ショーガールになるためにその夢を持った女性が男たち の、 その食い物にされていくっていうような、そういった話だったわけで、華やかな世界の裏でそう作詞されていた人っていう、事実は事実だったんだけど、そのキャラクター自体はフィクションで作り物の人でやれば、
すごくいいものだったんじゃないかなと思うんですけど、じゃあそういうものを映画を作りましたって言ってどれぐらい見るかっていうと、やっぱ今回みたいにやっぱマリリン・モンローっていうものを前面に出した方がやっぱ見る人とか注目度っていうのはやっぱ絶対高いわけで、まあそうなってくるよねっていうのはやっぱ思うわけですね。どっちが良かったんだろうなっていうのがあって、メリットデメリットあるんですけど、どっちも半端ないなっていうのはまあ思いましたね。で、まあ、これに関してはどうするかっていうことです。一つですね、そのマリリン・モンローではなくて、別の名前 その女性にするっていう、その夢を抱いてハリウッドの門を叩いたその女性がどんどんそのスターとしてどんどん上り詰めていくと同時に、裏ですごい苦しいその人生を送ったっていう風にするっていう風にするんだったら、一つあるとしたらですね、僕の好きな映画でニルヴァーナ のカート・コバーンをモデルにした映画があってですね、ラストデイズっていう映画があって、ニルヴァーナのカート・コバーンっていうのは最後自殺してるんですね。ショットガンで頭を撃ち抜いて死んでるんですけど、彼がその自殺する前その3日間ぐらいですね、どういう風なその3日間を過ごしたんだろうっていうその想像で、架空のバンドを作って、その架空のバンドのボーカリストブレイクっていうキャラクターを作って、そのキャラクターが自殺するまでの3日間みたいなものを描いたっていうのがラストデイズなわけですね。だからニルヴァーナを題材にしました。で、主人公はカート・コバーンではなくて別のキャラクターです、ブレイクっていう、そういうやり方もあるし、でもう一つですね、シド&ナンシーってセックスピストルズ のシド・ビシャスが死んだ、今のところですね、そのシドは薬のやりすぎでオーバードーズで死んでるんですけど、その恋人のナンシーも一緒に死んでるんですけど、そのナンシーがなんで死んだのかって、その死因がよく分かってないっていうのがあって、一番多く言われてるのが、そのシドがナンシーを殺して、でシドはそのまま薬のやりすぎで死んでしまったんじゃないかということで、あの2人一緒の現場で派遣されてるっていうのがあるんですけど、そのシド&ナンシー映画出た時はそのシドがナンシーを殺して、でそのままシドも死んだっていう風になってるわけですね。で何年もして、でシドはナンシーを殺してないんじゃないかっていう説とかも出たりとかですね、いろんな説があってですね、今のところまだ分かってないみたいな感じになってるんですよね。だからそういった意味でシドとナンシーがなんで死んだのかっていう、その死の真相っていうのは完全に明らかになってない。だからその映画として一つの仮説を映像化しましたというやり方とか、あるんじゃないかなと思うんですけど、新しい解釈で、そして他にもいろんな見方あるんだけど、これはあくまでも一つの見方ですっていう言い方をしたりですね、完全にその主人公の名前を変えて、これはあくまでもフィクションで作り物で、実在の人物っていうのはあくまでもインスパイアで、だから今回 そのマリリン・モンローっていう名前をもろに出してしまっているということで、アナ・デ・アルマス時代 もうそのマリリン・モンローを再現する、演じ切るっていう、そのやっぱ思いでこの映画に臨んでたっていうのはなんかあったんですよね。この映画 やっぱ打ち出し方とかも完全にマリリン・モンローとしてやっぱってるっていうところがあって、というふうに、そのやりようによってはですね、ちゃんと見れるようにできたんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりその視聴者の獲得っていうこともやっぱ考えると、やっぱマリリン・モンローという名前を出した方が届くということなんですけど、その届けるべき内容っていうのが事実と異なるわけだから、どうしてもやっぱ歴史改ざんっていうふうにやっぱ見えてしまうし、マリリン・モンローのその事実とは異なるんだよということが届かないまんま、その表層的な部分をこう真実として受け取られてしまうっていうのは、そういった危険性はあるんじゃないかなと思うわけですね。僕みたいにその紳士は金髪はお好きとか好きなんだけど、この映画を見た後だとなんか直視できないなって、そうなっちゃうよねっていう、そういったすごい弊害が大きいなって思うんですよね。ビジュアルは明らかにマリリン・モンローじゃんっていう風にしてもいいんだけど、やっぱりマリリン・モンローっていう名前にはしない方が良かったし、その出てる映画も完コピしてるんですけど、やっぱ完コピじゃなくて、やっぱ近い何かっていうものにした方がやっぱり良かったんじゃないかなって、マリリン・モンローが残した功績っていうのが直視できなくなるっていう、そこがやっぱ一番大きいかなと思います。それで本当地獄みたいな2時間40分っていうのがあって、やっぱそのネットフリックス、僕も家で見たっていうことがあるんで、やっぱ1回止めて次の日半分、もう半分後半見ました。そういう見方をしましたね。2時間、多分もう2時間ぐらい経ってるんだろうなと思って、ちょっとマウス動かしたらですね、ちょうど半分だったんですよね。
2時間40分でなおかつ2時間40分以上の体感時間がありますということなんで、まあ、見てない人はですね、まあ、それなりの覚悟が必要かなと思います。本当にただただきついだけの映画だったかっていうと、やっぱそういうわけじゃなくて、そのやっぱカメラワークっていうか、特殊なレンズを使ってるのが、その光、レンズフレアっていうか、逆光や光のやっぱ表現とかがやっぱすごい良かったんですね。ベッドシーン、まあ、あるんですけど、まあ、ベッドシーンはたくさんあるんですけど、そのベッドシーンのあれなんですけど、サンピースルとかあるんですけど、そのサンピースルとこのなんあれカメラなのか、なんかなんていうか編集でやったのかちょっと分かんないんですけど、すごい良かったんですね。映像としてはすごくいいっていうのはたくさんあるんですね。アナ・デ・アルマスもう本気でその、まあ、マリリン・モンローを完コピしようっていう、そのやっぱ意思っていうのがあったっていうのがあって、その映像として、その絵面としてのやっぱクオリティっていうのは異常に高いんですね。まあ、なので映像を見るっていう意味では、まあ、すごいクオリティなんですね。やっぱレベルがやっぱ普通の映画よりもやっぱ 2,3 個やっぱ高いんですね。まあ、なんですけど、やっぱその映画ってやっぱそのやっぱ根本的な部分ですよね。そのやっぱ物語ってやっぱその一番最初の幹の部分なので、まあ、映画の話自体は、まあ、すごく興味深いものがあって面白いですよ。ただあまりにもその悲惨な話すぎて、しかもその実在の人物を完コピして、それですごい不幸な生い立ちみたいにしていて、でそれがまあちょっと事実と違うっていうのが、映画の力というかその映像の力っていうものがすごくある分ですね、よからぬ方向に持っていきかねないなっていうのがあって、やっぱその力の使いどころというか、なんか根本的にそこどうなのっていうところが、まあ、そのままのままめちゃくちゃいいものを作ってしまったからこそ、まあ、これはそのマリリン・モンローが実際にたどった人生ではないよっていう、それは、まあ、大前提としてまず持っとけば、すごい複雑ではあるんだけど、まあ、見る価値は絶対あるかなと思います。ということで、まあ、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントなどお願いします。Thank you.